ドックはフィンランドのカレリア地方原産の犬種である。別名はカレリアンベアハウンド、カリアランカルフコイラなど、ラッソヨーロピアンライカはこれの兄弟種である。古くからカレリア地方に根付いていた地県で原産地の多くの漁師に好まれ、たくさん飼育されていた。もともとは毛色にかなりバリエーションがあったが、夜間や雪の中でもしっかりと見分けることができるようにするため、 現在の白と黒の毛色に固定された。その名の通り、主に熊を狩る猟犬として使われていた。単独もしくは小規模な群れで猟を行い、主人について歩きながら、獲物を探す。獲物を発見すると大きな声で吠え、主人に知らせてから獲物を走って追いかけ、噛み止めを行って、獲物が逃げられないようにその場に留めさせた。そこへ主人が駆けつけて、猟銃で止めを刺し、 飼料が完了する。なお、原産地でクマが減少し始めてからは、その他に、イノシシやエルクといった他の大型哺乳類の飼料にも、使われるようになった。1900年代前半、原産地のカレリア地方は、ロシア帝国崩壊に伴うフィンランド独立と、その後のフィンランドと、ソビエト連邦。それに伴って、カレリアもどちらの国に所属させるかについて論争が、 行われるるようにににななり姉妹には両国で一つの犬種を分断所持することになったどちらの国のカレリアンも無計画な意思交配よって純血の犬が大幅に減少してしまったがどちらも愛好家がスタンダードを作って保護を行ったため絶滅は免れたその後フィンランド側の犬はカレリアンベアドックのまま保存されロシア側の犬は改良が加えられて ラッソヨーロピアンライカという別犬種として発展していった。1945年に正式なスタンダードが設定され、国際畜犬連盟に公認犬種として登録された。フィンランド以外の北欧各国でも人気があり、実用犬としてだけでなく、ペットや小毒としても飼育が行われている。原産地では一般的な犬種の一つで、今でも 両犬として飼われている犬は多い。日本にもかつて輸入されたことがあり、北海道でヒグマによる被害が深刻化した際に取り寄せられ、熊退治を行った。本州でも月のワグマを射殺せずに、山へ追い返すためのベアドッグとして、特定非営利活動法人ピッキオンが繁殖、普及を目指している。理想的なカレリアンベアドッグは利発で聡明な目を持つ。 日本犬によく似たスピッツタイプの犬種である。本種の一番の特徴は、ブラックホワイトの形状で、ブラックをメインカラーとして混ズる、ブレーズ、首、胸、腹部、前足、後ろ足首、お先が白い。黒と白の割合やマーキングの位置などは、若干の個体差があるが、他の毛色は認められていない。コートは厚いショートコートで、防寒性や防水性が高い。 口角が少し上がっているため、笑っているかのような表情を見せる。筋肉質の引き締まった体つきで、足にもしっかりした筋肉がついている。噛む力は 100kg。耳は立ち耳、尾は巻き尾。体高はオス57から 60cm、メス52から 55cm で、体重はオス25から 28kg、メス17から 20kg の大型犬。 性格は主人に忠実で、家族に対しても、まナナ酒深いが、元の仕事柄から勇敢で自信があり、プライドも高い。見知らぬ人や犬に対しては警戒心が非常に強く、時に攻撃的。家族に対しては、人懐っこいが、自分がリーダーと認めたものにのみ服従する。力強い良犬種であるため、飼育の際にはしっかりとした訓練をしておくことが、必要である。また、 これも仕事柄によるものだが、吠えることが多いので、都心部での飼育はかなり難しい。主に吠えるのは主人に物事や自分の気持ちを伝えるときと来客があったときである。来客があったときの吠えはしつけによって止めさせることができるが、主人に物事や自分の気持ちを伝えたいときの吠えは人間が他者に話して伝えることと同様のものであり、止めることはできない。 もしそのタイプの吠えをやめさせると口封じをされたような状況になり、言いたいことが言えなくなってしまい、ストレスが溜まって体調を崩したり、最悪の場合は破壊行動につながってしまうこともある。しつけは主人からしか受け付けないが、状況判断力は優れていて、家族に危機が迫ったと感じれば、命を懸けて勇敢に立ち向かう。怖いもの知らずでマに対してもひるむことはなく、 このことからフィンランドではガードドッグとして使われることもある。運動量は多く、毎日長めの散歩などが必要である。かかりやすい病気は関節系の疾患や皮膚疾患などがある。ありがとうございます。